チャンネルです。今日はですね、お家でハロウィンパーティー誰だって話なんですけどまずですね、今回はハロウィンということで仮装をしてみました。ちょっとね、いろいろこうお店とかね、こうコスプレなんかあるかなとか見て回るじゃないですか。で、まあいろいろ買ったわけですよ。こういろんなことを想定してね、買ったわけですけど、いろんなものを買いすぎてちょっと統一性がなくなるという事件が起きまして、これもう魔女が一応モチーフなんですけど、全然魔女感がもうこの帽子でしかないという、これは魔女になるのかっていうね、なんか買ったから一応なんかつけとこうっていうやつでこう今つけてるんですけど、今日はですね、あの早速料理をね、ちょっと皆さんに紹介していきたいなと思います。はい、ということでですね、料理はこちらです。バーン、すごくない？ちょっとハロウィン感あるよこれ。全然めちゃくちゃあるよ。まず一個ずつ紹介していきたいんですけど、まずこちらですね、でん、骸骨の頭に髪の毛乗せちゃったイカスミパスタはい、ということで、ちょっとなんかね、あの女の子になっちゃったっていうのもちょっとよくわかんないけど髪飾りもちゃんとついてね、可愛い感じで、ちょっとね、あの頑張って可愛くしているって感じですはい、続いてはこちらです。キウイが入っている野菜ゼリーでございます。なんかこれはね、なんだろうね、まあこの中に一つでもおしゃれがあればっていう感じですかね。続いてはこちら、ダーン、これはもう結構まあこの中でももうメインセンターって感じなんですけど、これはですね、まあ手ですね。これはちょっとどういう風に作ったかちょっと企業秘密なんですけども、チョコを塗りたくって手を作っております。すごいね、これリアルよね。やっぱなんかちょっとこう垂れとる感じもリアルになっておりますね。でその下にあるのが、目玉のマシュマロですね。これはなんかちょっと癒される感じになってますね。でその下がブラウニーになっております。これはね、この中で一番うまいやつですね多分ね。はい、でその隣がこちら、しそ茎わかめ、まあこの紫のやつがそうですね。隣のやつは、玉ねぎサラダ、あ、これもちょっとこの目玉はどうやって作ったのかもちょっと企業秘密になっています。でその隣には、ポテトサラダを、赤に着色させてちょっと独特しくしたよっていうやつですね。これはちょっと美味しそうには見えないんですけどね。はい、続いてはこちらです。はい、これはですね、お肉ですね、フライドチキンですね。まあそのフライドチキンの真ん中に骨がいるっていう、ちょっとなんともいろんなことを想像してしまうような感じになってますね。でも一番美味しいと思いますこれも。でこちらは定番のトマトジュースでございます。トマトジュースは私はちょっと苦手ですね。でこちらはですね、通称魔女の鍋でございます。これはですね、なんかこのグツグツする感じですね。これは紫芋のスープになってます。なので紫色、ちょっと独特しい感じになっております。いただきます。見えるかな、色だけやね、びっくりなの。味はめっちゃ美味しい。ポテトサラダの着色したやつ、うん、普通にポテトサラダ。そう、茎わかめはもう匂いからもう茎わかめの匂い。これあれじゃん、マジでさ、お菓子のやつだ。茎わかめってさ売ってるじゃん、コンビニとかに。あれだよあれ、うまっ。あ、うまっ。え、これうまいよ。これめっちゃうまいわ。安定してるうまさです、めちゃくちゃ。食べます。うん。チョコだ、チョコチョコ。うまっ。BGM がなかったら、ほんとに寂しいハロウィンパーティーですよ。BGM 来たらこんな感じです。バン。
はい、静かでした。はい、ということですね、今日はお家でハロウィンパーティーやってきました。意外と楽しかったなっていうのが、感想でございます。皆さんはどんなハロウィンを過ごしたでしょうか。この動画を見てね、少しでもハロウィン気分を味わっていただければなと思います。はい、お家で楽しむことできました。イエーイ。はい、ということで、この動画いいと思ったらグッドボタン、コメント、拡散よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。ハッピーハロウィーン。トリックアトリート。いいんじゃないですか。パリピやん。